今回は、iPad Pro ね、なかなかいいケースを紹介したいと思います。こちら5000円ぐらいで買ったんですけど、このね iPad Pro 2018 12.9 インチ、ペンシルノートにも対応した、あのこちらね、ご紹介していきたいと思います。ってことで早速開けて、はいはい、ケースはめていきましょう。こんな感じになっております。もう開く、ここに三段式で折りたためる、こんな感じね、折りたためるカバーになっております。で、中身はというと、こういう風にパカッてはめる感じになりますね。はめるだけの感じになります。で、ここもゴム製なんで、ゴム製っていうかちょっと柔らかいゴムみたいな感じなんで傷はつきにくいです。で、ちょっと柔軟性もあるんで衝撃にもいいかもしれませんね。ってことでこちらをはめていきます。で、カメラの位置もね、この2点が重ならないように長穴になってます、こちら。で、これをここにはめるだけでいいんですけど、で、ちょっとね、はい、で、はめるだけとなっております。ちょっと簡単には外れないようになってるんで、ちょっとサイズは小さくなってますね、このケース。そうしないとカパッて外れちゃうんで、ちょっと小さめになってるんですけど、順番にやっていけば入るみたいですね。はい、ってことで無事入りました。ちょっとサイズ小さめなんで、そうしないとカパッて外れちゃうみたいなんで、ちょっと入れるときは大変みたいですけど、一回入ってまえばね、なかなか外れない感じなんでいいと思います。ってことで、ここにはね、アップルペンシルが入るように隙間になってます。結構便利だと思います。で、電源つけますと、で、電源つけますとね、こんな感じなんですけど、閉じると多分ね、消えると思います。消えるんか。こんな感じ？カパッてやって、こうやって、あ、消えんか。消えないみたいですけど、まあ、あ、消えはしませんね。消えはせんけど、一応三段畳になってます。まあ、消すときは、こうやってね、切ってから、やらないといけないですけど。ってことで、まあ、こんな感じでね。結構いいケース。重量か。お、iPad でかいんで結構ね、重量感あるケースになりましたけど、まあいいんじゃないでしょうか。ってことで今回は iPad ケースご紹介でした。よかったら購入してみてください。ってことでご視聴ありがとうございました。